それでは第4試合で判定勝利となりましたメルティ・キラ選手のインタビューとなります。おめでとうございました。ありがとうございました。試合終わっての感想をお願いします。最初のインタビューでも言ってたんですけど、強敵の八重さん相手にもしかしたら勝っちゃうかもしれないっていうもしかしたらが起きました。ご自身の中ではもしかしたらが結構っていうことはちょっとやっぱり今回勝つのは難しいかなとは思ってました。いや普通に考えて本当に100人が100人会場で見てる人も私の応援団以外八重さんが勝つって絶対思ってると思うんですよ。ライズに出場してる女子選手の方たちもで、自分でも各上の選手っていうのも分かってましたし実力は八重さんの方が上って分かってたんですけど、それでも本当に八重さん相手にどれだけ自分ができるか試したいっていう気持ちがあって実際戦ってみて本当に勝てたなって思いました。ありがとうございます。1ラウンド目右ハイキックですよね。ダウン取ったのあれは狙い通りですか。同じジムのランマルとかジムの他の選手にも言ってたんですけど、私はハイキックで倒すからって言い切ってたんですよ。でそのことを言ってたら、ランマルとかは何言ってんだメルティって、お前はヤヤさんに負けて痛い目見るって1回痛みつけられて本当に痛い思いをするんだって言われてたんですけど、なんか自分の思い通りになりました。もう狙ってましたハイキックは。あとは私が多分パンチの選手って多分分かってて、私がハイキックなんて打つと思ってないと思ったんで狙ってました。なるほど。じゃあもう作戦通り。作戦通りです。はい。まあその後もちょっと矢選手こう反撃してきましたけど、ここで対処論だっていう形にもなりましたけど、はい、3ラウンド終わってみてどうだったですか。2ラウンド目は正直押されたなっていうのは自分で分かっててすごいガツガツ来たんで、逆に2ラウンド目はもう見てもらわないようにもらわないようにっていうのを意識しました。2ラウンド目3ラウンド目はそうですね、逃げる形じゃないけどもらわないようにしました。判定を聞いた時の気持ちっていうのはどうだったですか。いやもうよっしゃーって叫びましたね。見たかと私が勝ったぞっていう気持ちでした。そうですね、暁に行ってかなりもう絶好調になってる本当に、その辺はご自身でもやっぱり感じてますか。めちゃくちゃ感じてます。はい、前のジムがあってからこそなんですけど、このジムでは勝てなくて暁に移籍してから出ると思って今回ライズ初参戦でね、勝てたんで、やっぱ移籍したのが大きかったですね。それでは今後、ライズ初参戦でしたけど、今後ライズでの展望を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、本当は49キロで出ようかなとは思ってたんですけど、52キロの階級だったらもっと厳しくなるとは思うんですけど、あかり選手でやっぱり王者の七蔵選手ですね。亮太郎さんが本当にそこを倒せたら俺は何も言うことはないって亮太郎さんの目標でもあるんで、私もそこを目指したいと思っています。わかりました。49キロでもじゃあ狙えるって、なんか私本当にプロ意識が甘いところなんですけど、自分の階級が未だに分かってなくて適正体重が分かってないんで、もう別に何キロでもいいですよ、49から52何でもいいですよって感じなんで、取れるところは取っていきたいなっていうのはあります。わかりました。ありがとうございます。では今日最後に応援してくれたファンの皆様にメッセージいただければと思います。今日は私の地元銚子、千葉県銚子からも家族や地元の方たちも来てくれて、友達や高倉の時のお客さん、本当にいろんな方が見てくれました。でまたライブで初めて私のことを見た人もいると思うんですけど、まだ無名な私ですけど、これを機に知っていただけたらなと思います。今日は本当に応援ありがとうございました。最高な
試合ができました。ありがとうございます。ありがとうございます。活躍すればまたどっかのお店からオファー来るかもしれません。キャバクラそうですね、募集してます。働かせてくれるところがあれば、はい、ご指名待ってます。ありがとうございます。では以上で、メルティ池田選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。